これから倉敷市の概要等についての説明を始めます。今、皆さんは日々の就職活動に取り組む中で、さまざまな悩みや疑問を持っていると思います。働くとはどういうことでしょう？公務員とはどのような仕事でしょう？また、倉敷市とはどのようなところでしょう？これからの説明が皆さんのこのような疑問を解決するきっかけになれば嬉しいです。説明を始める前に、まずは私の自己紹介をさせてください。私は入庁4年目の東と申します。観光課に所属しています。観光課というと、職務の内容はイメージしやすいかと思いますが、イベントの運営や情報発信の仕事をしています。私は井原市というところの出身で、小、中、高、大学、いずれも倉敷市以外の学校に通っていました。そんな私がなぜ倉敷市役所を希望し入庁することになったのか、倉敷市役所で働く魅力について説明していきたいと思います。今回は倉敷市の概要、倉敷市の魅力、倉敷市役所の仕事、勤務条件と福利の順にお話しします。最初は倉敷市の概要についてです。倉敷市は岡山県のこの場所に位置しています。人口は約48万人で、中国地方では第3位です。令和元年度の観光客数は約521万人で、美観地区は40年以上県内第1位を誇っていました。また製造品出荷額等は約3.9兆円で全国第5位です。この製造品出荷額等については後で詳しくご説明します。倉敷市は異なる雰囲気で魅力あふれるたくさんの地区に分けられます。ここでは一例として、美観地区で有名な倉敷地区、瀬戸大橋がある小島地区、コンビナート経済エリアである水島地区、お茶文化が盛んな玉島地区などを挙げています。倉敷市はこのように様々な特色を持つ地区によって成り立っています。それでは倉敷市の概要をお伝えできたところで、次は倉敷市の魅力についてお話しします。ここに倉敷市の魅力が詰まった写真をたくさん載せてみました。中には知っているものもあるのではないでしょうか。倉敷市には数えきれないほど多くの観光資源や経済資源があります。それではたくさんある倉敷市の魅力のうち、歴史、経済、観光の分野における魅力をご紹介します。まずは歴史の分野についてです。皆さんは日本遺産というものをご存知でしょうか。日本遺産とは、地域の伝統や文化の物語に対して認定されるもので、倉敷市は平成29年に1つ、平成30年に2つ認定されています。3つの日本遺産が認定されたのは、なんと全国で倉敷市が初めてなのです。3つのうちの1つ、一輪の綿花から始まる倉敷物語とは、400年前、まだ一面が海だった倉敷市が、いかに干拓と綿花によって
日本一の繊維の町になるまで栄えたのかという話です。美観地区を中心にこのお話を構成する文化財が各地区にあるので、気になる方は倉敷市スペース日本遺産で調べてみてください。次に経済の分野についてです。まずはこの円グラフをご覧ください。これは岡山県全体の製造品出荷額等のうち、倉敷市が占める割合を示しています。岡山県の製造品出荷額等は約 7.7 兆円。冒頭でもお話しした通り、倉敷市の製造品出荷額等が約 3.9 兆円なので、岡山県全体のうち約 51% を倉敷市が占めていることになります。また約1700ある市町村のうち、倉敷市は全国第5位、九州中四国第1位で、繊維工業に限れば全国第1位です。これらの数字からわかるように、倉敷市は岡山県の経済を牽引するだけではなく、日本の経済をも牽引していると言えます。次に観光の分野についてです。こちらも冒頭で少しお話ししましたが、40年以上県内第1位を誇る観光スポットである美観地区は、江戸・明治時代の建物が並ぶエリアとして有名です。国内外から観光客が訪れ、高い評価を受け続けています。また児島地区のジーンズストリートは、国産ジーンズ発祥の地として世界から注目を集めています。続いて歴史・経済・観光の他に、もう一つ倉敷市の魅力をご紹介します。最近 SDGs という言葉をよく耳にしませんか？実は倉敷市は令和2年7月に SDGs 未来都市と自治体 SDGs モデル事業に選定されました。 SDGs 未来都市とは、内閣府が自治体による SDGs の達成に向けた取り組みを公募し、優れた都市を選定するもので、自治体 SDGs モデル事業とは、 SDGs 未来都市の取り組みの中でも特に先導的な事業を選定するものです。倉敷市は高梁川流域の自治体などとともに、昭和29年に設立した高梁川流域連盟から受け継いでいる官民連携による持続可能なまちづくり、そして平成30年7月豪雨災害の経験を市民の皆さんと共有して進めている災害に強いまちづくりが評価されました。このように倉敷市は既存のものだけではなく、未来につながる資源や取り組みも大切にし、評価されているのです。ここまでの説明で倉敷市の魅力が伝わったでしょうか。続いて倉敷市役所の仕事についてお話しします。まずは民間と公務員の比較をしてみましょう。民間はサービスの提供等を通じて対価を得ることで成り立っており、経済的利益のための仕事といえます。一方、公務員は国民の税金をもとに成り立っている公共利益のための仕事です。つまり公務員は国民全体の奉仕者として働かなければなりません。次に国や県と市を比較してみましょう。市役所は
市民の方にとって最も身近な公共団体として各種行政サービスを提供する仕事です。そのため、仕事の成果を身近に感じることができます。では、全国で数ある市役所のうち、倉敷市役所にはどのような特色があるのでしょうか。こちらが倉敷市の概要です。中でも特に注目してもらいたいのは、財政力指数です。この数字が高ければ高いほど、財政基盤がしっかりしていると言えます。倉敷市の財政力指数は、県内第1位です。また、主な勤務先は市内で完結しています。倉敷市役所で働く人の職種は、大きく事務職と技術職の2つに分けられます。その他にも様々な職種があるため、詳しくは採用ホームページや採用パンフレットをご確認ください。このように様々な職種の人がいる中で、市民の皆様の生活全般を豊かにするため、倉敷市役所には数多くの仕事が存在しています。それがわかるのがこちら、配属部署です。ここには一部しか載っていませんが、事務職が配属される部署はなんと170以上もあります。実際にどのような仕事をしているのか、一部ですがご紹介します。まず、観光客増加や満足度向上のため、観光イベントを企画・運営しています。写真の倉敷春宵あかりは、毎年2月から3月にかけて行われています。また、健康長寿の町倉敷として、倉敷国際トライアスロン大会などのスポーツイベントも企画・運営しています。こちらは新型コロナウイルス感染症の影響で、令和2年は中止となってしまいました。その他、人口増加のため、移住・定住などの施策を立案・実行しています。さらに、他都市と連携して行う事業もあります。例えば、創業支援や公立図書館の相互利用サービスなど、連携することでより効果的、効率的な事業を行うことができます。また、倉敷市では新型コロナウイルス感染症への支援として、独自の事業にも取り組んでいます。その中の一つ、メイドイン倉敷応援キャンペーンでは、昨年度に引き続き、今年度も第2弾を実施しており、コロナ禍で頑張る市内のものづくり産業を応援するため、大型商業施設、百貨店、スーパーマーケットなどに特設売り場を設け、市内で製造されたメイドイン倉敷応援商品、これは特産品や日用品、加工食品などを販売するものです。その他もコロナにより大きな影響を受けた飲食店への奨励金の交付など、さまざまな事業に取り組んでいます。このように幅広い仕事がある倉敷市役所ですが、ジョブローテーション制度というものを導入しており、係長級に昇格するまでに3から5年ずつを目安に3つの部署を経験することが多くなっています。このジョブローテーションの目的としては、様々な分野の仕事が経験できる、仕事の知識の幅が広がる、
モチベーションが維持・向上できるなどが挙げられ、職員の人材育成や組織の活性化につながっています。さまざまな分野の仕事が経験できると聞き、楽しみな反面、不安になった方もいるのではないでしょうか。倉敷市役所では、きめ細やかな研修体制が組まれており、自分に合った研修を受けることができます。また、職場では先輩や上司が丁寧に指導してくれているので、積極的に仕事に取り組むことができます。さらに、自己啓発の支援制度も充実しています。最後に、勤務条件と福利についてお話しします。気になる初任給や期末・勤勉手当などはこの通りです。さまざまな割引を受けられる各種斡旋事業や、社会人になってもスポーツや趣味を続けたい方におすすめのサークル活動などもあります。また、令和2年度にはすべて中止となってしまいましたが、例年はボーリング大会やバドミントン大会などの職員親睦競技大会もあります。有給取得日数や残業時間などはこの通りです。部署や時期によってはなかなか有給が取れないことや残業をしなければならないこともありますが、ワークライフバランスの充実を目指す働きやすい職場です。また、女性職員の育児休業取得率は 100% と育児をしやすい環境が整っています。さらに、男性の育児休業取得率も、令和2年度は一般行政職では約 28% とかなり上がってきています。ここまでの説明で、倉敷市や倉敷市役所での仕事に少しでも興味を持っていただけたでしょうか。倉敷市は歴史や経済、観光に秀でた魅力あふれる町です。また、倉敷市役所での仕事は、それらの魅力に関わることができるやりがいのある仕事です。さらに、働きやすい環境が整っているため、これから皆さんが描く将来の候補の一つとして、倉敷市役所で働くことを前向きに検討してもらえたら嬉しいです。以上で倉敷市の概要等についての説明を終わります。ありがとうございました。